くして、スター使う、ここは映したくないの、見ないから、見る、もう反射するから、もう俺タブレットだよ、ごめんね、いいよ、ありがとう、もう汚い、今日実家暮らしの実家じゃない、あもうアイロンついてるから、あ、ごめん、消しなさい、使うか、私の iPad どこ、これ違う、これ違うんだ、違う、それなの、そっちが、もうちょ、そこどこ、あったやっほー、でも緑のソファにありがとう、今日はほんまに、ほんまに今日は部屋を片付ける、かっこ、うん、パジャマ着てるし絶対集まりじゃん、お泊まり、今日私パジャマ着てる、気に、そう、一応パジャマ着てる、もうお風呂入った、最近はあれ、風呂早く入ると夜そう、あの入るのがめんどくさいってならないから、そういいってことに気づいた、仕事一緒にいたいから早く入ってるって言ってたじゃん、違う、そんなこと言ってない、一言も言ってない、一言も言ってないから、始まった瞬間そうやった、そうだよ、そういう年頃か、ごめんごめん、恥ずかしい年頃だよね、めんどくさい、ごめんね、ごめんどくさいよ、帰って帰って、じゃあ帰る、絶対いちごが来てって言ったから来たのにさ、帰ってとか言われた、助けてって言ってんの、もうこれもゆいなの、それもゆいなのだし、これもゆいなのだし、じゃあ髪の毛乾かしてくるから、髪の毛乾かしてくるらしい、みんなのことを配信で監視しとくから、いきもい、いきもい、いきもい、ガチでさ、まっ、まっ、もうって言いながらさ、指キュンしてきた、指キュンなんだっけ、指ハートしてきた、指キュンってなんだ、指ハートされた、何やあいつ、何やあいつ、いちごは、いちごは今日の夜の配信で超嬉しい報告があるらしいよ、いちごから、私もびっくりした、超超すごい報告があるらしいよ、いちごさん、そう、仲がいい、悪いです、そう、結婚報告違います、違います、違います、あ、ずんちゃんさんではないです、そうなんです、私は今日ね、え、でもいちごの嬉しいこと、奈々さんからね、どうでしょう、どうでしょう、超嬉しいことがあったみたい、いちごさんは、さっきいちごさん嬉しすぎて声出なくなってたもんね、え、私隣の部屋からおそらく私であろう声が聞こえてくる、いちご私の配信を開始してくる、やめて、やめてください、やめてください、いや私じゃない気がしてきた、いちごいちご、そうそう、束縛、いちごはそう、ちょろいです、いちごはちょろいです、誰にでも大好きいます、同棲生活じゃありません、私関連じゃないよ、そう、私はでも今日ね H48 の1期生さん、さきまみさんにフォローしていただいた、届かれた、はぁ、しがない手は疲れます、ドライヤーしてる。
そう、最近いちごちゃんの部屋から配信が多いのは、私は家からしたいのにいちごちゃんが家に来てって言うからです。ねえいちごね、ゆいなの相手は疲れます。わざわざ言いに来たの。叫んでる配信の家の中さ。やめて、それ濡れた髪の毛見せなくていいから。もういいよ、それ髪が乾かない。鼻水出たから帰る。早く帰って、早く帰って。それはもうやだ、もういちご私の配信返してくる。私がね、いちごにね、たまに違う配信見るよって言った。いちごは私の配信をよく見るらしい。はあ、ずっと見てるよって。もうコメント言ってこなくていいから。もういや、最近束縛が激しい。重いです、重いから。もういや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 、私はね、家からね、静かに一人で配信をしたいのにね、自分が来ないと、来ないと怒るかっていうくらい来てあげてる。ただっこです。いちご本物、いちご本物、今のコメント本物。逆に偽物がおるか、おるかもよ。ギュータありがとう。福さん桜、リネさん桜、福さんお疲れ、エイタさん桜、ヤオトンさん団子、カッコエプさん結婚して、ヤマシンさん桜、カッコエプさんハート。どうしたの。カラムーンさん桜、イケピーさん桜、ヤマシンさん桜餅、マツさんハート、デコトラさんハート、タカナオさんハート、ワントさん桜、ポンさん桜、ポンさんだるま、たった、アイスレモンさん団子、シマさん桜、レグルさん桜、タンタンさん団子、ひまわりさんハート、なるみさん桜、はい、ラベンダーさん桜、ヒロさん桜ありがとう、キヨニさん桜、ミカエルさん桜、ナナシさん団子、アキオクさんハート、ミンミンさん桜、モンさん桜、くしゃみが出そう。ヘイヘイ、私のくしゃみがめっちゃ「ヘイ!」って言ったみたいで、充電が 9% しかない。なんで見てくれないの。高野さん団子、モンさんハント、レクエンさんハート、北田いちごさん結婚して無理です。あー結婚行列、うまちゃんさくら、ありがとう、いくごぴょんぴょんさん結婚して、マスさん結婚して、何123さんなんだっけ、さくら、カプレさんハート、イケミさん結婚して、ヒョクさんさくら文字、まっちゃんきゅうさんさくら、ゆずちゃさんさくら、なおさん団子ありがとう。もう変なくしゃみしたみたいじゃん、ここだけ見たらさ。もうよいしょ、もう LINE も送ってこなくていいから。そう、もういちごのくしゃみのやめて。そう、結婚してギフト今流行ってるの。そうなの、返信して。何返信できない今は。いちごはいつ配信するの今日。ね、分かんない、分かんないの。結婚して、結婚はね、結婚はね、ごめんなさい、まだ17歳なので誰ともできません。保育者がいるから。もうやだー、やだー、ほんとに。あー、流行らせたおつまみなの。もう結婚17歳なんです。え、お仕事送ってる LINE ってさ、見えるの、うん、見えない、見えない、あまり画面が大きくないから。何送ってんの。見てるよ、見てるよ。怖い怖い。返信して、プンプンだよ。やんだ、わきだわきだ。
もう何が浮気だ。もうもう汚い部屋が片付けて。誰のせい。北沢一郎。奥田結菜だろどう見ても。奥田結菜は奥田結菜は部屋を散らかしてません。ねえ、てか早く髪乾かしな。パサパサになるよ。へえ、そうやって私の髪がパサパサになって生命を全て失った。枯れ木になればいいんだ。もうもう部屋公開するよ。いいの。してみろよ、してみろよ。変な人。そうそう、もうねえ、いちごが遠くからこうやってってくるから。ねえ、なんで言うの。今急に脱ぎ出した。ねえん、ねえ何、急に脱ぎ出さないで、急に脱ぎ出さないで、やめて、やめて、脱がないで。キモい。思春期。あ、草ガキ。子供。赤子。あ、ベイビー。一回一回で扉開けて行って、開けて行ってしてる今もう。はあ。急に脱ぎ出すからいちごさん、やめて。牛タン、見た。いいな。私も食べたい。もういちごさん、そうコンプラアウトだから。そうだよ。本当だよ。脱衣所で着替えて。そうそう、スマホ事故ったらもう配信止まります。いちごは急に脱ぎ出したから。ズーでした。ハートありがとう。フッキーさんハート、うまちゃん星、ゆすみさん桜の花びら、フリーダムさん桜の花びら、デサイスハートさん桜餅、ワイズさん桜ありがとう。事故ったらもう本当に気抜かれちゃいます。本当に今日はレッスンの予定だったけど、急遽レッスンが、家を出ようってなった時にレッスンが、そう今日はなしですってなったから、今日はお昼を一緒に仕事食べた。そう、はあ、もういちご怖い。最近いちごがメンヘラ、メンヘラ、完全カップ違う、 100% ないから。普通に考えてないです。今日はずっと一緒にはいないよ。いないよ。何食べた？なんか最初は本当は定食をね、二人で食べに行こうって話してたんだけど、行ったらそう日曜日が定休日で、あーやってないってなって、結局セブンで買ったね。そう、野菜を食べた。野菜と味噌汁とヘルシーだね、食べた。あとポップコーンを買った。うん、止まるんじゃないの。嫌だ、いちごさんが暴れるから。いや、今日は帰るから。本当にいちごメンヘラだから、本当にメンヘラだから、もうメンヘラすぎる。あ、また来た、髪乾いた。来たも何も、私の家や。まあ確かに。お二人のコンビ名多分奥沢。奥田の奥と北沢の沢で奥沢です。そう、一緒に住んじゃえば家賃一緒に住みません。住まないです絶対に。足ぶつけ。大丈夫それ。それは大丈夫。そう、そう、今やっと服着てくれた。着てるわ元から。さっきさ、そうやってさ、私の目の前で急に脱ぎ出してさ、私に服を脱いでほしいっていう妄想。うわ、もう助けてください。毎日そうやって。みんな私の味方だよ。
ここは私のルームです、私のルームです家ね。339、え、もうそんなになの、すごい。そう、一がまた脱ぎ出したー、また脱ぎ出しましたねえ、やめて、シナホンで叩いてくる、シナホンで叩く、事故るからこれ当たったら、時間あるからやめて、いちごの部屋がさらけ出されるよ、また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 こいつ家の家にあるもの踏んで下にあるもの、そうイカラブさんのシナモンです、そうそう、急に脱ぎ出すから今やっと服着出した、また殴ってこようとする、やめて、事故らないでね、次は袋で殴ってくる、やめて、やね、認めてるようなもんだよそれ、認めてるようなもんだよ、水着てます、はい、腕だけ通してる、あーあーあーいやこんな人着てます、ほらいちごに明日の予定出すように、だって明日の予定、配信、配信ですか、うん、疲れてる疲れ、おもろいから、ユイニャンでユイニャン殴ってくるねえ、ここで脱ぎ出さないで、やめて、そこはそこで脱ぐのはダメ、あいつどうせ必要ね、ちょっとちょっとすいません、大変です、大変です、脱ぎ出した、来たガチでさ、今オンだよ、脱がないで、もう見てねえだろ、見ても痛い、普通にそうだ、痛い痛い痛い、ねえ、こんなに余って、この辺、この辺はね、うん、回りかけ、うちがこんな辺ができたらしい、もう回りかけだよ、マジ、ミュージックなんで、なんか浮いてる、うん、浮いてる、今から直す、もうこんな時間なの、もう生きていけない、人間としての生活を送っていきたいところである、うん、しがさんも変な人だわ本当に、うん、とか言ってさ、配信してないときはさ、いちごって言ってるよ、そんなこと言わない、いちご、もう私出れないよ、誰に対しても、デレデレのくせに出れないから、あ、そっか、恥ずかしいよね、いいなの前でそんなこと言って、ごめんね、恥ずかしかったよね、ごめんね、本当のこと言っちゃってごめんね、後で終わったらよしよししてあげるから、本当にキモい、本当に嫌って言って言ってるけど、本当はもうね、何、もう嫌だ、ちょっともう頭が痛くなってきちゃう、北沢くんして、ね、今日、今日、うん、やだ、お願い、じゃあ北沢くんして、いや、北沢くんして無理、じゃあって何北沢くんして無理、どうしたら OK してくれる？
私の散らかした、あなたが散らかした部屋が綺麗になった。そしたらいいの？ダメ。お願いって言ってるじゃん、ね、前までこんなんじゃなかったんですけど。私は散らかしたって言いたいの？うん、そうじゃん。え？え？散らかしてないよ。掃除して早く。いちご、もう部屋来てびっくりしたよ、汚くて。いや、あなただわ。あなたのせいだわ。1日って短いね。短いね。明日は絶対に早起きをする。なんで笑ってこっち見てくんの？鏡越しにね、今ね、ニヤ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 してくんの。脱がないで、ボタン外そうとしないで、うん、あれ踏んでくれるの、うん、早く乗ってくれる？まだだから。ね、羽目にしてる。違う。ん、ちょっと待って、こっち向いて。やだ、こっち向いて。違う、ここ内出血しとる。鼻噛んだ時？噛んだ？いや、噛んだ、噛んでないはず。噛んだ？ねえ、噛まないで。どういうこと？どういうこと？一本塗られた、反強制的に。リンゴコンのあれが止まらない。トマトさん、桜、ありがとう。こ、コモさん、団子、ありがとう。高菜さん、ハート。キヨニーさん、歯車、ありがとう。ノブロー V さん、ハート。渡辺さん、ハート。あちや、桜、ありがとう。ねえ、卒業まであと1週間だって。みつさん寂しすぎない？激ヤバ、やばいよね。寂しすぎる。おかしいよ。違う違う違う、ありがとう。松さん、ペンライト。東能さん、桜。平津さん、ハート、ありがとう。しおりんさん、桜。団子、ありがとう。見て、怖い。ここにピー、こうやって両手があるのにね。怖い。怖い。何？カメコ、え、いいね。どうせしてません。最近うざい。こっちのセリフだから。普通サツコのレッスンは順調どうですか？順調。ヤマシンさん、ハート、ありがとう。ブサイクですね。嘘って一瞬こけるこけるから。おいで、いちごもパジャマだよ。もうブサイクないない。ピーあーあー、おびわハリケン。あ、ごめん、発作が。いちごは、いちごはいちご柄のパジャマ。そう、クッションにします。じゃあ舞台は。え、なんかさ、こないださ、こないだ昨日一昨日あの二期生さんの僕隊見たじゃん。あの自己紹介でさ、これこれこれやりたい、やりたい。自己紹介でさ、なだかかんとかです。よろしくお願いします。また一緒に公演出られないから無理。じゃあ別にいちごとしたいなんて言ってない。そう、なんかなんとかかんとかです、よろしくお願いします。で
コールとかさ拍手とかがあるやつをいいな、ほらこうやってって一瞬で止めるってやつを私やってみたくて。いいな、かわいいね、今日もゆいな、ありがとう。いいな、うん、いいな、口、うん、あ、口ないのかな、いいな、いいな、鼻高くなった、いいな、低いって言いたいの、目が大丸だね、ゆいな、いいな、かわいい、目細いって言いたいの、あ、こっちか間違えた間違えた、いちごの扱いって難しいかも、間違えちゃいました。2期生さんの今 DMM であるリバイバル配信のさこさんの生誕のやつ、そう、あれはね、そうしてみたいの、自己紹介、アイパーさんめっちゃ綺麗だったよね、シュッてやつ、そう、髪の毛食べようとしないで、ほらゆいな餌だよ、今日ご飯食べてないでしょ、ほら、はい、食べな、はい、クロイン食べさせないで、美味しいよ、アミノ酸とか入って、あ、こっちがいいのか、え、ねえ、何、自己紹介してる3期生、え、自己紹介なんかしてる、なんかしないよ、キャッチコピーみたいな、しない、考え、だから、うん、昨日アイハさんが、うん、昨日アイハさんが考えてくれたけど、うん、ちょっとできない、それはさすがに、なんてやつ、え、ちょっとミュートにして、オッケー、全然いいじゃん、キャッチコピー無理、考えた、確か北のサウチにされたんない、いちごのキャッチコピーなんかあるかな、いちごのキャッチコピー、いちご、いちごいちごいちごご、パクってパクって結構パクっちゃってる、いけちゃんさん、パクないでください、どうしようかな、どうしようかな、いちご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 のキャッチコピーを考えよう、私も考えろって感じだけど、なんかあるか、いちごでもなんか可愛い名前だからさ、いいな、猫かと思った、いいにゃん、はあ、だるすぎる、さすがに、なんかあるかな、いちごだから、うん、なんかあるかな、キャッチコピーどうしようかな、ねえ、私の足見ないで、私の足触らないで、ここ取れてるから初めてどうしよう、いちご誰なん、いちご、いちごなん、何語、わかんない、いちごは5個以上食べられませんけど、いちごは5個以上食べないけど、いちごです、何、なんかあるかな、リンゴカニカンか、やっぱり桃からじゃんそれはそれは違うから、それこそファクってるから、そう、本当に木の上より木の下がいいだから、それはそれは南のそうより北のさやめて、それはね、ねえ NMB さんだね、木の上よりも木の下、木の下もお母さん下がいい、いった、トロベリー、え、何がいいかな、リンゴかみかんか、やっぱりイチゴパクって、イチゴゴーもパクってんのやめてなんかある、あ、あなたとの出会いはイチゴ一会、あなたとの出会いイチゴ一会使ったらどう、私がやろうとしてたことや、そうなの、ねえ、ここ荒れてる、どうにかして、ちょんちょん、なるわけないよ、そんなんで、ちょんちょん
ていうそれりょうつーさんだから、うん、しびさらさんに考えていただいたのどれ北の沢でいちごを発見なんかあるかな、いちごのキャッチフレーズ、なんかあるかな、いちごのキャッチフレーズ、北のサーズいちごを発見、いいね、パクりすぎだろななちゃんパクってるあんたのうちは見慣れたよ、誰だっけ、パクってます、パクってます、え、なんかあるかな、いちごなんかあるかな、いちごなんか、でもなんかパッと思いついたらもうそれでいっちゃうかも、なんかあるかな、いちごいちごいちごパーティーゴッティーいきます1155でいいじゃん、だからそれは結構著作権違反だからそう、確かに今使ってないから受け継ぐ、確かに受け継いちゃったら、あのさんのパクリなんかあるかななんかあるかな、いちごただの解説やん、解説しない、うん、どうしよう、え、ま、あのキャッチコピーって感じじゃないけど、うん、アイドル兼アイドルオタクしてます、アイドル兼アイドル兼アイドル、アイドル兼アイドルオタクしてますさっきの果物担当です果物いちごは5つ以上食べられないけど名前はいちごですあーやばい無理、考えられない、難しい、財布の中には23匹入ってません、え、それおもろいかも何がいいかな、何がいいかな、いちごなんかいいのあると思う、うーん、つんちゃんさんはどんなキャッチコピー、つんちゃん、うん、なんかある、まあパクろうとしてるの基本的に基本的にパクるのやめて、3個リスペクト、やめて、私の足触ってくるの、あんてないから、フレッシュイチゴになる何がいい、もういいよ自分で考えるから、じゃあ私の考えてとか言ったじゃん、はやーいいにゃん、どこどこ分けてるからなんか、ねえ難しい、なんかあるかな、そうガチで、ガチで、なんかあるかな、あとは好きなフルーツは何、マスカット、スイカ、いやいや、いちごなんか怒ってる人いる、なんで怒るの、なんかあるかな、あの全部のコメント見てると限らないでしょ、もう一回コメントしたらいいんじゃない、もう一回コメントしてみな、そしたら読んでくれるよきっと、そんなちょっとのことでカリカリしないのうん、分かった、猫みたいにカリカリしないのよかった、もう一回コメントしな、そしたら読んでくれるよらしいよね、分かった、うん、分かったよ、え、ここにさ、ここにさ、ここにニキビができた、ここニキビじゃないよ、ジンマシンみたいな、いや違う、昨日からずっともうすぐカリカリしないのはイチゴだよ、本当にすぐ怒るから、怒ってないの、怒らせてるからでしょ、ね、すごいよく怒っとる、部屋片付けなきゃ、早く片付けて、部屋あんたがさやったんでしょ、
いちごだよ普通に考えて。だって私のもの全然ないじゃん。は？じゃあこれ誰の？これ私の。あ、それあげるね。これ誰の？これ私の。これ誰が持ってきたの？どれ？これ。見えない。あ、それは私の。見せて。それは私が持ってきた。これ誰の？それ私のおやつ。これ買ったの誰？私。あしたもバカじゃん。だから言ってんやん。なに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 。おお。脱ぎ出さないで。いや、本当に無理。ガチでさ、ほら、本当10時超えたら待っとけよ。10時超えたら待っとけよ。いやだ、いちごの部屋汚してない。そうねえやめてねえ、私のまぶたかっぴらくのやめてやばいだ、自分で言ったことなのにさ、ペコみたいにカリカリしてない手がちょっとじわじわきちゃってさどうしようどうしよう。そういちご、そう脱ぎ癖があるの、よく脱ぐよく脱ぐよね、私の前で見たくもないのに。じゃあ発表していい？何を発表していい？何を。そう、私をしてくれないと15個口内ができちゃうよ。最低絶対やだ。真似してあげようか、よのここギャーッこうやっていちごの上こうやってやったのめって、むくみとんないで、私の目のクロちゃんさ、思い出すからそう、もろかったね、放送されてほしい、ね、早く早く早く、あまりもろすぎた、ね、中国、なんかあるかな。ちょっと推しを返信させていただく、OK。私もさ、X 投稿しなきゃだから iPad にさ、早々切り替えたいんだけどさ。無理無理、明日より無理やで、普通に。いや、待ってて、今日の配信重大発表あり。そう、今日の配信は 大重大発表あり。そう、嬉しい方ね。うん、超重要発表、超嬉しい報告あり、超重大発表があります。普通、何、普通やばすぎる、普通やばすぎるよ、ね、やばすぎる。これ重大発表、もうほんまにやばい、発狂しちゃった、普通に考えて。重大発表、重大発表、そのなんか公式とかじゃない同棲始めましたじゃないです。純ちゃんさん関係でもないです。それはもうしてますか。してません。してるので手遅れコーションって感じ。手遅れコラブさんの曲、どこくでよ、どこくでやってくんないの。おー、映さないで、そこ。どうしたらいいじゃん、これ。いや、いや、そこでいいけど、そこ映さないでっつって。ねえねえ、これをさ、ちょっとだけここに移動させていただくということは可能ではありませんか。可能ですね。可能ですか。可能ですね。可能ですか。可能ですね。どうせしてません。重大発表。重大発表。ちょっとどういうこと？ごめん、厳しかったよ。重大の発表ってこと。厳しかった、ごめんね。厳しく。重大発表。そのつもりじゃなかった、そんなつ、どうせしてません、普通に考えて。どう考えてもしてないからね、本当にさ、嘘言うのやめて、言わないで嘘。あかんべしないで、こっちに向かって。ねえねえ見て、こうなんや、これ治った？治ってる。あ、なんかね、良くなってきてる。この前の重大発表より重大？重大。重大。ちょっと上な。重大だね。ちょっと上。ヒントは、ヒント。ヒント？うん、あーって感じ。鳥になるルールって感じ。
びっくりだね。なんか表し方なんかなんだろう、なんかあるかな。ジュータルームシェアしたら一応朝寝起き悪いから嫌かも。こっちこそ無理だ、寝起き邪魔する人とか無理だから。これこっち、もうできないから、そこにいつもやろうと思ってるけどできないから無理なの。無理なの、無理、無理。さっき置けばいいじゃん、そこに。さっきのじゃダメなの、ダメなの。なんでダメなの、ニベアが映っちゃう。そこだったらここって終われるんだから、そこ前でしたらいいでしょ。重大発表、重大発表。ね、やめて、私は取らないで。何何何してんの、何してんの。もう私の iPad 見せるよ配信で。毛穴キモいからやめてほしいか。見せるよ。ねえ、もう時間がない。うん、はいはい。普通にさ、紙さ書いてる、これ。あ、書いてたわ。書いてないよ。いや書いてるよ。あ、ほっといたから。ねえねえ、ねえ、私さっきエール送るって言ったのにできなかった。10代発表警報をピーやってくれた。どこ行く、警報を聞こえないふりして、汚れて行くのを見てる。暴れてる。うるさい、うるさい。ああ、みんながそうやって、みんなのせいで言えば仲悪いからね。うん、みんながそういうこと言うから。ああ、これ以上仲悪くなってどうすんの。超仲悪い。お部屋映すよ全部。でいいよ。いいの？結構ガチで縁切るけど大丈夫。ガチの方で縁切る。縁切られていいんだったらまあいいよ。ドッキーでいる以上縁切れないです。一応最低限。2人のエピソードトークありますかって。ありません、普通に縁切ったんで。言うし、マジでおもろい。あのなんだっけ、振りとかで顔合わせる振りあったの。手つなぐ振りがあったら、手つなぐ振りだから、うん、あ、思いっきりギューってやるんでしょ。薄い距離。いや汚い。うん、とにかく50分まで、じゃ一旦7分だけ片付けるか。うん、頑張って。だから回線勝手にどうぞ。うん、こっちに切り替えてもよき。いいよ、映さないでね。これ OK、 ここまで映すの OK、 見て。ちょい待ち、切り替えます。ダメダメダメ、静かにして、ちゃんと片付けて部屋。本当に誰が人読めないよこれ。私みたいな、これあなたの、これもあなた、はい、これあなた、はい、それあなた、はい、これもあなた、はい、あなたのもの。もう、はい、まあ、はいはいはい、全部あなた。これ食べたのは誰、あなたでしょ、はい。だいたい死ぬ。また半分壁です。こんにちは、柱配信です。え、俺のセクモンどうする。それは違う柱だから。え、ちょ、これをどうにかここにすることはできないです。やだって言ったじゃん、やだの。それはお家帰るしかない。
うるさい。静かにしてたちゃん、どう考えてもうるさい。さ、私のさ、私が喋ってくれるの待ってるやん。ここまで来たら、あ、違う、返信するって言ったんだ。してあげて、かわりに。してあげて。何のグループお願い。ミヤッチ産んだの私だから。何歳の時に産んだの？4歳絶対ありえないから。ピトリスさん、ハート、だ、団子じゃない、なんでタコ、ありがとう。団子とタコ間違えない、やばい。団子とタコ今日の X はこの間ね、クロちゃんさんとね、あのね、写真とか動画を撮っていただいたから、それをあげようと思いますね。いちご、うるさいって言ったから静かにしてんじゃん。ごめんね。いいよね、ごめんねって思ってるんだったらさ、うん、あれちょっと行動で決めてごめんね。違う、ごめんね、ごめんね。なんであかんべーしてくるの？何？もういちごよくわかんない、いやだ。いじめられた、告発する、後でしまるので10時以降に帰るね。私配信終わったらすぐに、すぐに帰るね。あ、じゃあ全部言うけどいい？何を言うの？私言うことないでしょ。あるよ、ユーミンの告発大会ないから。普通に考えて、こういうことをしてます。もうこれじわるからやめて。もう汚い、汚いシン、汚いシン、これどうやって捨てるシンか分かんないシン、これ厳選に返してきてシンかも、これ捨てられないシン、本当に蓋どこだし、しかも、もう、もう、これもユイナでしょ。いちご、うるさい、ちょっと静かにして。帰って、じゃあ静かにして。じゃあ私が静かにしたら本当に配信静かにしたらバンされるけど、いいんだね、分かった、じゃあもう喋んないから一緒。 OK、 違う、何怒ってるの？分かんない、いつもキレてる、キレ性ないよ。そう、何？あげキスしてこないで。喋ったら負けね。負け？伸びそうなハッシュタグ、確かに、じゃトレンド見てみよう。ちびまる子ちゃんがトレンド入ってる、まるちゃんもトレンド入ってるよ。ちゃんの声が今日で最後なの？なるほどね。そう、袋ね、声優さんの声が今日で最後だから、なるほどね。ニコニコしてんの？ニコニコしながらこっち何見てんの？何よ。なるほどね。
なりちゃんの声か。何年ぐらいされてたんだろう。来週からユイナやります。やりません、できないです。ため息ついてる。30よね。そうなの、すごい。じゃあ私が生まれてから見てたまるちゃんはさ、ずっとさ、ずっとね、あの今の今日で最後の声優さんだったんだ、たらこさん。なるほど。私のお母さんが小学生ぐらいの時から、そんなにずっとだったんだ。ゆきりんさんもまだ生まれてないの？ 34年ってやばいね。34年はやばいや。中学生の時、サザエさんもっと。そうなのね、すごいね。何食べようとしてんの？いちごが怒ってる。私は X を考えなきゃいけないです。なんでプリン持ってきてんの？プリン食べたい。ああ、そう。あ、ピーヒャラピーヒャラね。ピーヒャラピーヒャラパパパパパ。ドラえもんさん、ドラえもんの声か。うん。今マックドラえもんのおもちゃだよね。大垣行ったことあるよ。なっちゃん、桜の花びらありがとう。今日動画にするか今日写真するか迷う。クロちゃんさん撮ったやつどっちがいいかな。どっちがいいと思う。え、送ったっけ私。いちごに、いちごの余裕なくてさ撮れんかったやつ送った？じゃない？いや、喋ったら負けって。いちごが喋ったら負けゲームしてるから、いちごが喋ってくれません。ため息をつきました。プリンで仲直り、あ、プリンで仲直りするために持ってきてくれたの？そうなの？もう怒ってる。みんなのせいだ。急に笑い出した。違うよ、みんなのせいじゃないよ。昨日の写真見せるからね。いいの？ちょっと待って、ちょっと待って。この写真見せてもいいの？いちご、いい？オッケー、オッケー、オッケー。いいってこと？反応して見せるよ。いいの？で見せよう。
OK? いちご、おい、見せるよ、おい、おい、はあ、いいってことらしいので、はい。いちごの寝顔全然持ってる、いくつか持ってるはず。どういう顔？わかんない、どういう顔ですか？はあ、暗くなっちゃった。他にも大公開スペシャル。大丈夫？大丈夫？入った？どっか変なとこ大丈夫？プリンが変なとこ入ることある？これは？オッケー、オッケー、オッケー、ねえ、オッケー、オッケー、ねえ、じゃあ見せるよ、クイフラインやつは見せるよ全部、オッケー、なに？じゃあ見せちゃおう。プリンをくれた。イチャイチャしてません。いい、いい、今の写真見せても。 OK? 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 OK らしい。あ、愛してくれた。そう、いや、これアンされてる。よく私を食べようとしてくる。お母さん今 LINE 送らないで。お母さんのバレたじゃん今。お母さん、お母さん名前バレたよ今、みんなに、全国に。みんなよく止めるとね、うちのお母さんの名前がバレたよ。ああ、で、危ない、逃げてって感じだよね。これすぐ食べようとしてくれる。もうお母さんのバカ。ねえ、お母さんに悪口言わないで。お母さんのバカ。お母さんの悪口言わないで。ねえママ。私はお母さんの味方だもん。見えなかった本当に？見えた今の。うん。正味わかんない。見返したらわかるけど。見えると思うよ多分。一瞬はわかんない。多分見えたと思う。お母さん LINE 送るタイミングミスってるから。あ、まだ送ってきた。なんて？そうだそうだって送ってきた。なんかそうですよね。ママ、もうお母さん、ママの味方だから。お母さんのこれ、お母さんの名前バレましたから。ほら、ママの味方、アホだから。家の味方。
待って、私はそのポストがしたいの。ポスト、ポスト。早くしなって言ってんじゃん。するって言ってんじゃん。お母さん、ゆいながいじめて、嘘ついていじめてきます。助けてください、お母さん。教育してください、お母さん。いちごが嘘をついてますよ。お母さんは分かってくれるよ。だって今あれ、普通にあの仲がいい子から LINE が来てるから画面を見せられない。普通にお友達から LINE が来ている。ねえ、そうやって浮気するんだ。何が浮気なの？誰と浮気してんの？めんど、めんど。絶対さ、浮気も何も私たちはそういうんじゃないです。お母さん、もうめんどいから。お母さんに言うから全部。後でお母さんにボイスメッセージ送るから。よくいちごがね、うちのお母さんにボイスメッセージ送ってるの。私の携帯でね。さすがに交換はしてないよ。交換する？お母さんと全部作る。お母さんに交換して裏で今日のゆいなっつって。今日のゆいな、多分お母さん喜んじゃうから。いい、今日のゆいなはこれを食べました。食事報告なの？何あの、私はワンちゃん。そして私にこう言いました。お母さん、どういうことでしょうか。何学校の先生。洗わないで。洗してない。なんて？わかった。わかった。私は洗してない。わかった。もう無理、もう無理。もう配信やめて。なんで？配信やめて。ちょっと待ってね。嘘やめないで。どっちよ。10時までだもん、私年齢的に。なんでやめるの？もう急に切れ出すから。いちご最近情緒不安定。やめてって言ったらやめてくれるってこと。めんどい。めんどいかな、本当に。え、いいよね、素敵柄が。一回も着てない。でも受け取りました。これはいちご L サイズ。これもいいでしょ。いいですね。うん、持ってる人いるかな今配信の。返して。私の T シャツ返して。僕たちの恋の予感公演、48岡田奈々プロデュース公演の T シャツです。誰か持ってる人。はい、持ってる人。はい、サイズまで一緒の人いる。 L サイズです。返して。もう持ってる人。もう畳んでるの。持ってる人。たださんのプロデュース公演の T シャツです。ありがとう。はい、そう T シャツ。あ、持ってるの。すごい、お揃いじゃん。じゃあいちごとシワシワって着てる。面白い。いちご怒っちゃった。もう無理。もうゆいな、なんで片付けしてくれないの。ちょっと待って、重大発表はいちごの配信かな。重大発表、超重大じゃない。あれは重大発表。重大じゃないもん。超重大だよ。重大発表するから。今日はもうまたメール送ろうと思ってまた送るの。さっき何のためにスマホ見たの。自分はもう分かんない。もう病気。エサ小さい。 T シャツ系か。M かも。何？ねえ、いちごが今日機嫌が悪い。ちょっとめんどいかも。誰のせいだと思ってんの？私？そうで。ねえママ。もうめんどいから。ねえお母さん。めんどいから。ねえお母さん。全部お母さんに言ってやるんだから。めんどくさいです。めんどくさいです。私の配信では発表することないです。なん
でめんどくさいとか言うの。自己面倒い。ダル女発揮してるから。なんで、なになになに、いいなのはね。ん、もう違う、もういや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 、この日の前髪なんかキモいかも、見て。なんで機嫌悪いの？全部お母さんに言うから。お母さん。ママにチクるから。お母さん面倒よな。面倒よな、嫌です。いちご面倒いから普通に。もう出てって。話終わったら出てくね。なんで気持ち込むの。もうもういちごがちょっと今もういいのせいで、ちょっとちょっと不安定、今ちょっと不安定、ちょっと不安定、ちょっと不安定、今前髪長いんよ。明日切ろう、行かなきゃ。うん、予約しなきゃ美容室。行かなきゃ。そうだよ、もうめんどくさいし。んがこうやってなっちゃった。もう10時に配信始めたいし、もうそれは初めてしん、もう汚くてどうしよう。これゆいなのでしょ。誰、本当？あ、本当や、一緒の美容室。え、全然多分美容室一緒じゃないよね。私特定の美容室ないもん。私も私も最近なんかずっと行ってたとこあるんだけど、その方が他の店に移転しちゃったから、そうちょっと遠くなって行けない。悲しい。どこか自分を聞こえないふりして、よし写真あげよう。5月10日ね。え、一緒に行こうね。イチゴの機嫌がすこぶる悪いです。もう汚いのに、なんで片付けてくれないの。ちょっと待って、言ったじゃん片付けるよって。 X だけ待って。とっても悪い。一緒にやるって言った。じゃあだから X だけ待って。待たない。何言って、だから一人で。いちごの機嫌が悪いです。あ、そう、雨だとだだっこになるどういうこと。うるさい、うるさい、ごめんね。コメントうるさい、コメントうるさい、謝って。うるさい、引っ掛からないで。待って、私のこと？もう。ちょっと待って。You？ わからん。
ちごが赤ちゃん帰りしたんです。してるじゃん。いちごがもうもうこれで習おうって言ってるもうこれもうあなたのだし。どれだし。なんか慣れた生きることが。いちご病んだ。いちごが病んじゃった。いちごが病んじゃった。お母さんに言ってやるんだ。いちごが病んじゃった。いい、うるさい、めっちゃ言わなくていいから。いちごが病んじゃった。切れてる切れてる。これも普通に。あ、それ切れてるの？違うから。どうしたの？何のために買ったと思ってるの？ねえ。もう。何のために買ったんですか、これを。じゃあ教えよ、それを。私がね、よくね、いちごんちにね、泊まりに来るからね。歯ブラシ立てを買ってくれた。よく泊まりに来るからこっちに歯ブラシを1本置くことにした。もう置いてくるから。ありがとう。報告。歯ブラシ立て、歯ブラシ立てが追加されました。よく来るからよく来るからです。泊まってはいます。よく泊まるからしません。当選はしません。普通に一言地に歯ブラシ立てがなかったっていうのも理由です。私の歯ブラシ立てるためというか、一言がなかったからついでに買っちゃおう、じゃあ私の置いちゃおうみたいな感じです。はい、ねえ、いちごが切れてる。決めちゃった。だからさ、なんだ、もう言わなくていいじゃん。切れちゃった。切れないで、切れとこ。うわー、いちごが怒った。私のこと？ゴミはゴミ箱に捨てて。もう、あとイチゴが。もう終わった瞬間のお説教で。お説教らしい終わった瞬間。わかんない。どうした？今日ユミリさんのファンミだったの？はあ、こんなクスタ素敵。リコさんが
けております。どうしたの？こんなに長い毛、誰の毛？私の毛。もう毛落ちないで。か、なんか私すごい抜け毛がすごいの最近ストレスかな。へえ、落ちているのがストレスって。そんな一緒にいるわけじゃないじゃん。じゃん毎日。確かに壁と配信してるから下流配信かも。そうかも。そう、別部屋に連れてかれてないからまだ説教じゃない。これはくれるの。味噌汁ありがとう。優しい。味噌汁です。はい、味噌汁の人です。どうしたの、いちご、どうしたの、ちょっと待ってて。鬼できました。ひろさんがわかる、こっち綺麗になったって。うん、ありがとう。ひろさんが機嫌を戻ってきました。機嫌が戻ってきました。いいえ、思ってないの。なーに、いちごさんが、いちごさんがどうしたの。いちごさん、どうしたの。マットでゴミ捨てるからね。うん、行こうか。もうこの後ショールームしたら絶対さ、なんか機嫌悪くしててうるうるとか困って。もういやー、しないであげてください、しないであげてください。どれもしないでいこうかな。キュッ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 キ
私は検査かかるよ。だから寝れないから。りんごどうしたの。あぶない大丈夫、うん、我々は空気はやめます、よろしくお願いします。もうそのコメント誰かした瞬間配信やめらしいです何男女見合わせずにブチって。そうだよ。おお。よし、これあげよう。よろしくお願いしますと。おつまみはそう、紳士であってね、みんな紳士であってね。おつまみ紳士であってね。一番何、気まずみ、気まずみ、気まずみ、紳士であってね、どっちも。気まずみじゃないよ、いちご農家だよ。いちご農家誰も使ってない言葉。いちご農家、誰一人使ってない。いちご農家さん、ちょっと今日いちごさんに優しくしてあげて。何混ぜてんのそれ。おもろい。にゃんきしさん、団子ありがとう。味噌汁作ってくれたの、ありがとう。味噌汁を作ってくれました。待って、斜めすぎるとこぼれる。味噌汁です。あ、ちょ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 、大きいよ。いただきます。何時今、もうやばいよ。まあったかい。え、私の先に作ってくれたの、ありがとう。え、いちご農家いいね。お話し会はあれでしょ、でもいちごのお話し会、いちご狩りでしょ。いいね。じゃあ私何する、菜の花狩り。普通にさ、うん、いちご狩りしに来ましたみたいな感じでお話し会来る人いるんだ。面白いな。味噌汁いいよね、急に飲みたくなる。これはちなみにわかめ。桜桃いちごっていう品種があるの。なんなのそれは。桜なの、桃なの、いちごなの。いちごか、最後についてるか、いちごって。ついたで、ちょっと置きましょう。紙コップです。私たちの味噌汁の飲み方は紙コップです。これ誰の、誰の。私の靴下。いつの。一昨日ぐらい、昨日か、昨日の。脱ぎ捨てないでください。確かに菜の花さん、ドラフト3期生さんの曲だ。版画を、そう、奥田専用のコップはまだない。いや、捨てられないでしょ。ん、どういうこと。バカ大丈夫。バカって言われた。言ってないから。悲しい。言ってないから。もう言ってないじゃん。どう考えてもさ。新幹線の中でいちご屋に会いそうになった。いちごに会いそうになったってこと。怖い、怖い発言だから。でもこの間さ、名古屋駅で待ち合わせしてさ帰ったよね。この間すぎるよ。1月の時に。ガラパゴス携帯、マダガスカル携帯、どういうこと。味噌汁はね、わかめが入っております。次は食器を揃えよう。だってなんか使わないから使わないらしい。無水しなすぎて。
でも作ってくれたじゃん。何やのこれ。私私の私のズボン。あ、もうこんなに片付けた、ま、ありがとう。何も言えないことしたやつじゃん。まかり帰りに遭遇した。あ、なるほどね、たまにあるね。私も隣の車両にファンの方がいらっしゃったことがあるや。隣の席だったら気まずいよね。この前清水さんとリネさんの間に沿ったああ帰り、うん、気まずすぎる。でも友達に、お二人ともな、あの優しいよね、めっちゃ。でも最近私は実はコミュ力が高いのかもしれないって思い始めた。高いよ、いちごめっちゃコミュ力。そうなの、うん、高いと思ってた、ずっと。騙されてるよ。高くないの？友達何人？3人ガチやから嘘じゃないから。知ってるよ、いつも言ってんじゃん、3人って。そのライン見たことあるでしょ。うん、一応ライン見してもらったことある。マジで3人しかいなかった。恥ずかしいです。私も全然友達いないよ。何人じゃ。え、でも一桁。 LINE の友達はね。そう、隣の席だったら気まずいよね。私もあれかも、LINE 変えたじゃん、入る前に、うん、それでみんな消えた。元 M&M さんでファンの方が隣の席だった。気まずすぎる、それ。どうすればいいんだろう。しかも新幹線の移動ってさ、ちょっと長かったりするじゃん、距離に。どこに行くまでか分かんないけど、何時間とかの可能性あるよね。この間でもさ、え、東京行く行きかな、隣やったよね、いちご。足が口開けて寝てたのを見られた。口突っ込んだの、手を、うん、やめて。マックスさん、ハートありがとう。でもさ、人がさ口開けて寝てると何か入れたくならん、うん、写真は撮った？私が口開けて寝てる撮ってない？撮ってないか。頭がもげそうな写真は撮ったことある。あー、いくつあげたやつね。あのさ、この間のさ弁当食べてる私見してよなんで？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 あ、写真面白いじゃん。じゃあ、普通に、うん。他の人が持ち込んでて気まずいから。ぼかせばいける。見せません。普通に。見せないらしい。せっかくいい写真が撮れたのに。あら。有料です。有料コンテンツ？はい、有料コンテンツです。自己配信しないね、クリハンのよ。もうする？違う、投稿してから。隣人の人も必要のが、あ、そういうこともあるもんね。もう充電もないし。ないしん？やだしん。
しん。リコジさんの家今電気がつかないらしい。なんで？大丈夫なんかな。お金払い忘れちゃったかな。招待しよう。招待しよう。この部屋に。リコジさんクライムで配信してるってこと？どういうこと？かんだ。5日ぶりに帰ってきたんだって僕ね、うん。お仕事が忙しいんだね。じゃあご招待させていただきますって感じで。やっぱソファーも似てるしバレないと。電気つかないと焦るね。そう、クロちゃんさんと写真撮らせていただいたの。見て違う。配信見せてないんだけど。お弁当やん。ブレーカーごっつ、あ、なるほどね。身長が足りないってこと？ん？届かない。ブレーカーだってさ、スッてしちゃうのあるじゃん。まあね。うまっ。今日は半分壁配信です。今日めっちゃ可愛い、ありがとう。スプーンですよ。二人のアイノス、アイノスじゃないです。おいしい味噌汁、ありがとう。りこちさん心配、大丈夫かな。話し会って昨日だよね。話し会、うん、23日だからそうだよ。意識がないよ。NMB さんの花形が卒業発表されちゃったってね、びっくり。 NMB だよ、私初だ。私と同い年じゃん。なんか不思議な感じ。同い年のことが。思わない、不思議な感じ。ジェリーさん、ハートありがとう。リュウちゃん、だるまありがとう。自己卒業しないでね。しないでね。ん？塩。塩じゃない。絶対にしないで。今いちごショールーム行ってくれる？お願い。どういうこと？うん、こっち来て。オッケー。よ？お願い。ね、こっちを。ちょっと、あー、危ない危ない。電気代してる。おいで。もっとこっち側にして。何が？これをこっち側にして。あ、そういうこと。おいで。どうしたの？
もう今投稿考えてるから。あ、そうなの、それはごめん。え、ね、卒業公演っていうトレンドね、寂しいよね、卒業とかね。ん、財布の中身あげるの今日は、うん、そうなの。なんか悲しくなってきて、悲しくなっちゃうね。みんな、お母さんがお父さん振り込んでもらいな、パパ振り込んでもらいな。それはお金なさすぎるだろ。まあでもキャッシュレス派だから、うん、確かに。ペイペイとか持ち歩かないの。ブス無理な。ブスだった無理だって言ったな。一瞬かわいいよ、すごいかわいいよって言ってあげて、みんなかわいいよ、かわいいよ、すごいかわいいよ。ああ、それ私の膝じゃなくてお腹だから、お腹枕してるから。あ、オッケーオッケー、膝枕。かわいいよ、ほらほらほら、かわいいよって言ってくれてるよ。言わされてるんだ。思ってもないのに言っちゃいけないって言ってたよ。誰が？先生。先生、誰先生？ダンスの。ダンスの先生？そうなの？おや？いやー。なーに？違う、もう、違う。もう、ちょっと邪魔しない。ごめんごめん。投稿したらいい？うん。オッケー。明日出かけようね。明日はいちごとね、デートするの。そうに、何するか決めてない、まだ。これがアイドルのがいい。これがアイドルのお財布の中身です。なんかリアルで嫌だ。1円玉がいっぱいだ。出て何？このハッシュタグジュアルなって思っ、いいんじゃないの。かんすけさん、ハートありがとう。明日一緒に行っていいですか？スペイベじゃん、それは。そうそう、ご利用はそう、計画的にね、本当に計画的にね。え、そう、明日のね、痛い痛い痛い、ごめんごめん、17時からショールームのキャンペーンが始まるから、いちごも頑張っちゃう。30万ポイント達成で自分でね、アワタを作れるの。じゃあ5時から10時まで配信して。え、できるよ。5時間。私はオーディション時代プラス2時間配信するか。私だってオーディション時代7時間8時間してたもん、1日。だから全然いける。痛い。4時間半とかな、多分ぶっ通ししてたと思う、ね、だからそう、多分ね、できるよ全然配信。ってこと、遊び終わって帰ってきたらしようかなって思う。そう、見覚えがあるソファーでしょ。ライブハウス、え、行ってたの、いいね。高木さん、団子と、これはなに、桜と桜餅、ありがとう。牛ちゃん配信見てたの？そうなの？はずいな。そう、牛ちゃんの時めっちゃ長い配信してた。充電器どこ？充電器ここにある。ちょうだい。うん、明日はこのソファで配信の可能性は全然ある。全然あるね。お元気に入れろ。うん、私んち、私に来る？高木さん、お疲れ、ありがとう。入れないでしょ。いや、入れるよ今。へえ。来る？明日はそうだね。
ペーン始まるし、でもどうなんだろう、はい、他にもキャンペーンがちる方いらっしゃるかな、どうだと思う。そう、ゆいちにゃんハートありがとう。私の19期の推しはわかる、私はいとももさん推しです。いちごはかわゆいさん推しです。今夜泊まりはしないかな、泊まるともう邪魔しない、ごめんごめん、泊まるともう、だから違う、やめて、うん、だからやめて、そう止まるとね、だからやめてって言ってんじゃん、めんどくなっちゃうから。そう、ひとももさん可愛いよね、確かに。キャンペーンユーナどうなんだろう、ユーナもいいなって言ってた、キャンペーン今回の、今回21時59分までだからさね、配信後にってことはなさそうだよね、うん、ごめんね、私だ、知らない、ポコなの今、ポコポコそう、トモモさんもカバユイさんも、え、超可愛いよね。チゴはショートがねタイプだからね、うん、でもちょっとやめて、そう、まず髪の長さから入りました、もうちょっとやめて、私キャンペーンどうしよう、でも他にもガチリか遠いかな今回どうだと思う、いちごのほっぺ触ってる今、違うじゃん、ほっぺじゃん普通に、いちごのほっぺ触ってます、肌綺麗やね、可愛いね、うん、こんなエンボムがちょっと頭よぎった、ねえ、またもうどうしてもいいや、かわゆいさん、いちごよく使ってるよね、うん、ね、今日も指針切ったって思って、指針だよね、ちょっとニヤニヤって感じ、そう、いちご、そう、ショートヘア好きよね、え、そう、ん、どうしたの、甲子園、どうなったのかな、甲子園岐阜はどこが出てるんだろう、どうなったんかね、ちょっとやってくれますか、学校の前で調べてもらえるんじゃない、こうか、焦ってか、そう、ご三学校公開してる人間だもんね、いった岡山じゃん、ゆうなんだ、うん、そう、最初やろうか、あーなるほど、最近やろうか、なるほど、そう、今日何曜日、月曜日か、え、日曜日か、今日日曜日だよ、甲子園今年はアイスと三重から、岐阜出てないの、そうなの、岐阜今年出てないの、だからか、岐阜が出てれば私絶対さ、え、どこどこだよねって分かるはずなのに、今年はさ耳に入ってこなかったからさ、岐阜出てないのか今年、残念だそれは、愛知が2県出てるの、なるほど、2校出てるのか、岐阜も出てほしかったな、市議賞と県議賞が強いね、岐阜は市議賞、県議賞、いちごの母校が住むといいな、母校、母校、う、まひなさんの母校と戦ってほしいね、びっくりだよね、どっちのどっちのとこも出てるって、確か47都道府県、そうだ出れないから、そうか、岐阜は夏だけか、あ、そうなんだ、じゃあ夏また見よう、スポーツが熱いね、青垣日大とか、あ、強いね、中京、確かに強い強い、青垣日大はね、どのスポーツもできるイメージある、
甲子園いいよね。岐阜第一とか、あ、第一ね、元男子校のとこだよね、第一って確か。今は共学だと思うけど。めっちゃ仲なってるから。いや、そっちもだから。私の出身校は甲子園どうでしょう。あれかな、ないかな。そりゃバレちゃうな。どうだろうな。でも結構野球、野球いいよね。え、見たい。え、リオさん TikTok 見たいかも。サッカーも強いとこが一番の子が可愛い。え、可愛い。みちさん、お話し会の時かな、うん、昨日の。可愛い。大丈夫これ。そう、これ大丈夫これ。そう、岐阜やっぱさ、これ大丈夫。県議と市議強い。何それ。ねえ、やめて。その高校は、あ、駅伝も聞く。ツイッターやめて。あ、確かに。なんかトレンドいいやつないね。なんかね、今日自分たちが使いやすい感じのはないかも。明日はちなみに何の日なの？知りたいかも。給料日。給料日。給料日やめて。25日って給料日じゃないの。世間一般的にそうかも。そうそう。確かに。マックの時どうやったっけな？マックの時15やったかも。15か25どっちやったっけな？え、だって25やったかも。25やか確か。プリンの日なの？さっき食べちゃったじゃん。栃木の。栃木のいちごの日なの？見せて。みつこの日。ちょっとさ、一瞬見事にしてくれる。ちょっと待って、オッケーです。待って、おもろすぎるそれは。ねえ、やめて。給料日、そう、みつこの日。みつこさん、全国のみつこさん使える時だよ。あ、3月25だからみつこなのか。なるほどね、みつこ、そういうことか。毎月なんか、毎月25日はみつこの日かと思った。みつこの日、そう。お母さん、それ言ってもいいと思う？ダメだと思う？それ私も知ってるんだけど、そう、みつこの日。ね、こまない、もまないで。言ってんじゃん。ごめんごめんごめん。こないもみ女。こないもみ女って何？25日他何の日？ハウステンボス。ハウステンボスだって。ひーちゃん、ひーちゃんに教えてあげよう。え、確かに。ねえ、12回も記念日あるから、そば好きだと。みつこさん、みつこさん、北澤さんの母の名前ではないと思います。全然違います。違いますね。知ってるけど、私のお母さんの名前も知ってるでしょ。うん、発表しちゃうよ。しちゃうの？しないよ。しないんかい。しないですよ、お母さん。お母さん、いつも配信見てるから。私のお母さん、何の日、何の日。ゆいなのお母さん推しだから。私は、私じゃなくて、うん、うん、大塩平八郎の乱があった日だって。大塩平八郎の乱、この中に、この配信を見ている方の中にみつこさんはいらっしゃいませんでしょうか。今日、あ、今日マラソンの行ってきたの。いいね。なんだって、なんで勝手に行くの。さっきまひなさんの配信見たよね。ね、私がでしょ。うん、見てたよね。私も見たよ。ねえ、あれやろう、あれ。なに、あれ、どれ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 、あれ、あれ、
どれどれどれ、ナンプレみたいなやつ。え、やろ、撮って、撮るわ。もう嫌だ、嫌だ、ちょっとやめて、やめてください。ねえ、揺らしたら私が見えた。ごめん、見たい。ねえ、私のお尻に顔を挟まないで。違うから。これ見て、この間ね、100均で買った、100均ダイソーでね、買ったの。ナンプレ創刊50個号らしいよ、これ。特別なやつらしいよ。え、やろう、普通にやろう。私頭いいからさ。私もいいよ、普通に買っ、なんか応募しよう。え、何応募する、何がいい。なんかね、いっぱいあるの。金券とかあるらしい。金券にしよう。ドライヤー欲しい。え、スイッチ、スイッチもいいけど、何がいいかな。JTB 旅行券もある。スモーカーもあるの。マックカードもある。なんだって。そう、そうなの。みつこ、みつこ、まひなさんのこと大好きだから。いちご15分だから近。それは私の母の名前。そうなの。そんなことある。おめでとうって言っといて。おめでとう、おめでとう。明日みつこの日らしいです。なんかいろいろあるね。え、やろ、やろ、普通にやろ、普通にやろ。え、大好きこれ私。やろ。え、鉛筆ない、鉛筆、好きな人、鉛筆ない、鉛筆ない。ねえ、どこ鉛筆、鉛筆ない。あと8分なんだけどさ。鉛筆じゃなきゃダメ。筆ペンとかダメ。なんか良さげなシャーペンとかさ。何で良さげなの。ないよ。あるじゃん。やろ。高校生の時に使ってたシャーペンだがさ、分かんなかったらみんなに聞けばいいよね。一問解いて、私の方が得意だから。え、こんだけやっちゃっていいってこと？私も得意よ、言っとくけど。久しぶりすぎてできるかな。めっちゃ久しぶりにするよ今日。待って、久しぶりすぎる。ちょっと待って、できるかな。ここまず読むけどね。ここが読む、読むだから、ここが読む。得意だよ、言っとくけど私これ。3と8。あったかい。どうしようかな。なになに、2、3、4、5、5。時計の字が始まっちゃう。それは見て、聞いてでしょ。そうだった。7、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 
2222ちょっと待って、こんな時間に始めたらちょっとできないです。ちょっと待って、ごめんごめんごめん、何でもない、別にそんな何も言ってないじゃん。なんだなんだ、2、3、うん、時間がないですね。時間がないです。
時間が思ったよりもない。どうしよう。ナンプレ、え、おばあちゃんやってるよね。うちのおばあちゃんもやってた。1,2,3,4,5。最初が一番むずくない？解けてくればさ、なんかさ、できるじゃん。簡単だ。できるし。そんなこともできねえのか。できるし。なんもできねえな。できるかな。かわいいって言った今。かわいいって言ってない。かわいいって言わんかった。言った？言ったか言ってないか言って。言った。なんで急にかわいいが出てくるの？間違えたんだよ。そう。でも10時にトレンドが壊れるのか。オッケー。まだ3つしか埋めれてない。待って、これやりたいやりたいけど、配信が58になったら言って。ちょっと待って、やだ、お願い。もうタブレットない。あった、追い出さないで。こう、私の家なのに。2,3,4,5,9 だね、ここは9。まだ今こんなもん。まだね、ちょっとしか見れない。ここの、ここしか埋めれてない。これ得意なんだけど、久しぶりすぎてちょっとできない。あ、ここにかけるじゃん。第1,2,3,4,5か。ここが5。今ここの枠が埋めた。できた。続きは確かイチゴの配信で、あ、58になったので、何度読みします。ありがとう。じゃあ17からいきます。ちょっと今日はどんな配信って感じだったんだけど、ありがとう。17からいきます。17位ももさん、16位フリーダムさん、15位マクアットおつままみんさん、14位イケビーさん、10歳うまちゃんアットおつまみん&いちごの他、イチャ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 してない。12位トマトさん、11位よしみさん、トップ10、10位ヤマシンさん、9位ナナシさん、8位ヤオタンとつまみんさん、7位シューリンさん、6位ヒクタロアットヤミズさん、トップ5、5位ナスちゃん、4位キヨニーさん、そしてトップ3、3位ナルミアット牛県立立川高校卒。うん、さぬき高校、さぬきうどんはどこ行った？2位にゃん吉アットおしやひナイスさん、そして今日の1位はして。はい、今日のランキング1位は高圭さんです。ありがとうございます。ちょっとナンプレちょっと終わらなかったから、ちょっと配信が終わった後にやってみようと思います。明日の配信までにこの4問を終わらせる。ナンプレ好き、ちょっと頑張ろう。ワンプレいいね。今多分ダイソーに行けば全く同じものが買えるので、ぜひぜひ。ではまた明日はいちごと出かけてくるから、多分またいちごとの写真送ります、メールとかで。ありがとう。クロちゃんさんに届くかな、 X どうだろう。じゃあまたね、おやすみ。ありがとう。ワンプレ、あ、終わっちゃう。ありがとう。